MLB カブス3、6パドレス、日本時間7日、イリノイ州シカゴ、リグリーフィールド、パドレスのダルビッシュ U、37、が7日、日本時間、敵地でのカブス戦に登板。5回、83球を投げて、被安打3、脱三振5、四死球1、失点0、防御率は2.94。今季2勝目を挙げて、 日米通算200勝まであと2勝に迫った。6回には松井裕樹28、も登板、17試合目でメジャー初ホームランを浴びるなど3分の2回を投げ悲んだ1、一本塁打、脱三振1、四死球1、失点2となった。負傷者リストから復帰し、1日、同、の列戦では今季初勝利を挙げて、 日米通算200勝まであと3勝に迫ったダルビッシュ。かつて本拠地であったリグリーフィールドでは2022年6月14日以来、約2年ぶりの先発となった。ダルビッシュは1回、1番 N、ホーナー26、2レフト線へのツーベースを打たれ、1し3塁のピンチを招いたが3番1、カップ29、お95マイル、153キロ、 ノストレートで空振り三振、4番 C。モレル24を87マイル、140キロのスライダーでサードゴロと先制のピンチを切り抜けた。マウンド上でポケットから相手の傾向を確認する姿も見られたダルビッシュ。3回には9番 Y。ゴームズ36をスライダーで空振り三振、3番。 ハップには内角へのストレートで見逃し三振とここまで毎回走者を背負うが無失点に抑えた。0対0の4回、先頭打者に支給で出塁を許すと、5番 M。ブッシュ26、おストレートで三振を奪ったが投塁を決められ、一死二塁、この試合三度目の得点圏に走者を許した。続く6番 D。スワンソン30。 オスライダーで2者連続三振を奪うと、7番 N。マドリガル、27、おセカンドゴロ、この回だけで26球を投げてしまったが粘りのピッチングを見せた。5回はカブス海打線からの攻撃をしっかり抑えて、この試合初めてとなる三者凡退、ようやく笑顔を見せてマウンドを降りてきた。6回、パドレス打線は先頭の F。タティスジュニア、25、J。 クロネンワース、30、が連打と盗塁で無視23塁のチャンスを作ると3番、J。プロファー、31、がセンター前へ2点タイムリー。試合の均衡を破り、パドレスが先制。ダルビッシュに勝ち投手の権利をプレゼントした。さらに無視13塁で D。ソラーノ、36、がセンター前へタイムリーとパドレス打線が目覚めて、 この回支給を挟み6連打を集中するなど大量6得点を挙げた。ダルビッシュは5回、83球を投げて、被安打3、脱三振5、死死球1、失点0、防御率は2.94。中継陣にマウンドを託した。6回からは松井裕樹28、が4試合ぶりのマウンドへ、日本人リレーとなった。先頭打者に支給を許し、 一死二塁で迎えるは4番、モレル。スライダーが高めに浮いたところを狙われ、高く上がった打球はレフトスタンドへ8号ツーランホームラン。松井はマウンド上で呆然と打球を見送った。松井は17試合目にしてメジャー初飛弾、6対2と4点差に詰め寄られた。その後、松井は5番、ブッシュからスライダーで三振を奪ったところで降板。3分の2回。 16球を投げて、被安打1、1本塁打、脱三振1、四死球1、失点2となった。パドレスは7回に3人目デロスサントス、28、が9番、ゴームズにソロホームランを浴びて6対3と3点差に。8回には J、エストラダ、25、が先頭から連続死球とヒットで一死満塁のピンチを招くと半身、ソフトバンクで活躍した守護神の R。 スアレス、33、をマウンドへ、8回一死満塁での登板となったが9番、ゴームズを三振、1番、ホーナーをショートフライと完璧に抑えた。スアレスはリーグトップタイとなる11セーブ目を挙げ、ダルビッシュは0勝で今季2勝目、日米通算200勝まであと、2勝に迫った。